デニズリー県は、トルコ西部、エーゲ海地方の県。県とはデニズリ。北から時計回りにウシャク、東にアフィオン、ブルドゥル、南にムーラ、西にアイドゥン、マニサの各県と接している。1990年から2006年までにおおよそ13が万人人口が、増えている。デニズリーには19の県がある。地形のおおよそ30%ほどが平坦地、25%が、 大地であり、残りは山地である。最高峰は、ホナズ山であり、標高は2571メートル、アナトリア西部でも最高峰である。最大の湖は、アグル湖であり、アルカリ性が高く、苦い湖という意味を表している。また、この湖から、硫酸ナトリウムが生産されている。サライコイ西部には、炭酸水素イオンと硫酸塩を含んでいる温泉が、 湧いており、メンデレス側の源泉と考えられている。キジルディアにある温泉では、温度が摂氏200度に達している場所もある。地熱の蒸気の源泉が最初に発見されたのは1965年である。今日ではこの地熱エネルギーを利用して発電所が建設されている。11%の地熱エネルギー源泉が発電に使われており、残る89%は、 メンデレス川に流れている。一般的に、エーゲ海地域は気候が穏やかであるが、これはその標高によって変わり、この県は少々変わっている。夏には気温が40度近くまで上がり、冬にはマイナス10度まで落ちる。年間80日程度は雨であり、その多くは冬に降る。この県には古代からの足跡が見られ、 全タイト時代やヒッタイト時代の文化の史跡が残っている。この後、フリギア、リディア、ペルシャなどの支配され、ギリシャ時代、アレクサンダー大王時代には都市が建設された。その中でも最初に、アンティオコス2世3月間ラオディカのためにリュコスのラオディキアを建設したと考えられる。ラオディキアは、デニズリの北6トルに位置している。ヒエラポリスは、 アナトリアのヘレニズム国家の一つである、ペルガモン王国が190年に建設したとされている。石灰のホロウとパムッカレのプールはヒエラポリスの時代のものと考えられている。ラオデキュアとヒエラポリスはこの後ローマ支配下に入り、395年のローマ分割後は東ローマ帝国の東部国境の一つであった。ヨハネの目録には、福音記者ヨハネは、 パトモス島を滞在中にトランペットのような騒がしい声を聞いたとしており、この声は見たことをかけ、そしてそれをエフェソス、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れという掲示を受けたとされている。ラオディキアの教会はちょうどキリスト教の初期から神聖な場所で今日もキリスト教徒が訪れている。 しかし、その多大な範囲は、東ローマ支配下の時代に失われている。トルコで初めて、デニズリーが見られるのは1070年のオフション米自体の、ことであり、この地域に侵入した、セルジューク朝のアルプアルスラーン市制下であった。第二次、第三次十字軍はこの地でカズクベイレーと戦い、カズクベイレーは、少数の軍と共に、アンタリアまで逃亡した。この後、 トルコ人は古代都市の支配を確立し、また南部の現在のデニズリ近郊に移住した。この土地には飲み水の水道管があったという。ラオディキアの名前は徐々にラディクに変わっていき、また17世紀にはトングズルと名付けられ、トヌズル、ドヌズルと徐々にデニズリという発音に変わっていった。この地域はオスマン帝国時代に多く用いられた。 ヤタガンと呼ばれる刀剣の発祥の地でもある。第一次世界大戦後、1919年5月15日には、ギリシャ軍はイズミールに達し、トルコ抵抗軍の最初の中心的な会合がデニーズリで開かれた。トルコ人の兵力はメンデレス側に防衛ラインを形成し、現地出身の農民からなる多くの義勇兵を巻き込んだ。これはトルコ正規軍に強化され、 ギリシア軍は撃退された。こうしてこの地域は、現在も、トルコの土地である。デニズリの北約2 0トルに、世界遺産であるヒエラポリスパムッカレがある。古代都市の遺跡と、石灰分を多く含む温泉によって形成された、石灰棚の基幹によって知られている。その他に、以下のような名所がある。デニズリは、トルコで有名な系統の鳥の品種があり、 風彩と色が変わっており、長く美しい声を持っている。品種の保存のために、政府や地元の養鶏家は、様々な試みを行っている。デニズリドリは黒い目、海国色の足、長い首、赤いトサカが特徴であり、重さは 3.5kg 程度である。独特の時の声を上げる。ありがとうございます。